ママ。ママ。うまい、いけるぞ。うまい。よし。よし。やるぞ。ママ。よし、いいね。はい、ママ、楽に言っとけよ。ママ。ママ。持ってこいよ。いけるいけない。ママ。持った。よー。全種目を通じて、率直な感想を聞かせてください。一応全部ノーミスで通ったっていう、まあ、それは良かったなって思うんですけど、まだちょっと拾いきれてない部分とかがあるなっていう感想です。例えば、今日はどのあたりが拾いきれてなかったっていうふうに感じましたか？跳馬のやっぱ着地で大きく前に一歩行ったっていうのと、あとは釣り輪とかのなんかちょっとした肘曲がりとか、なんかそういう細かいところが取りきれなかったです。はい、今って自分が一番得意としている種目は何ですか？は鉄棒です。そう、はい、今日は鉄棒では完璧な演技ができたと思っていますか？着地、やっぱ最後の着地が一歩動いちゃったんで、まあでもそれ以外はまだ良かったかな。ただ着地が決めきれたらなっていう感じです。はい、今現在の長谷川監督に指導を受けておられると思うんですけれども、はい、長谷川さんからどういったことを特に日頃から言われてますか？1本目、その器具に触った1本目を大事にしろって言われていて、それが1本目で大体みんな力を抜いちゃったりとか、バップの気持ちでやるんですけど、やっぱ1本目でしっかり力を出すっていうことで試合のその動きとかが変わってくるから、1本目を大事にしっかり力を入れてやれっていうふうに言われてます。最終学年として、また高校生活、残り少なくなってます。インターハイや国体に向けて、今後の目標などがありましたらお聞かせください。インターハイ、全日本ジュニア、国体で団体優勝と、あと個人総合でも優勝狙っていけたらなと思ってます。はい、あと最後に、何か将来こういう選手になりたいという目標とか夢がありましたら。やっぱり失敗しないっていう選手と、あと、まあ、綺麗で失敗しないっていうのがやっぱ一番強い選手なんで、それ今内村選手とか、あと今の橋本大輝選手みたいな選手になりたいなと思ってます。